悲しみの裏側に何があるの？涙さえも凍りつく白い表現、誰でも心に冬を隠してると言うけど、あなた以上冷ややかな人はいない。君の手紙を見終えて切手を見た。スタンプにはロシア語の小さな文字。一人で決めた別れを責める言葉探して、不意に来たの空を伝え人よ。いついついつまでも待っていると。この線路の向こうには何があるの？雪に迷うと中井の悲しい瞳。答えを出さない人についてゆくのに疲れて、行き先さえない明日に飛び乗ったの。僕はてれて愛という言葉が言えず、君は禁止眼差しを読み取れない。疑うことを覚えて人は生きてゆくなら、不意に愛の意味を知る、伝えておくれ。12月の旅人よ。いついついつまでも待っていると。